どうもこちらみみやです。今日もバーサスカズの解説をやっていこうと思います。じゃあ見ていきましょう。今日もテトリス戦の解説ですね。しっかりとやっていこうと思います。まあね、やっぱりぷよカップ、土曜日ぷよカップとぷよぷよチャンピオンシップね、プロの、ぷよぷよのプロの大会があるんだけど、まあそんな中でもね、テトリスの方もやはりね、怠らずにね、しっかり解説をやっていこうと思います。さあ、相手 DT、DT 方に対してこちら、テトリス。相手受けてから、ティースピントリプル、ティースピントリプルで、それを総裁を外さずに、テトリスを総裁当てていった。エステリックマジックとテトリスが総裁当たるが、相手ここで大きいミス。さあ、どうリカバリするかな。普通に削って削って、1ラインずつ削ってリカバリしている。それを見ながら、まあ、総裁外そうかなって考えながらこれ積んでますね。一回テトリス打つ、もう一回テトリス打つ。まあ、このテトリス打つタイミングは、相手が総裁分の火力がない時に送ってますね、ちなみに。相手がその、ティースピンダブルとか組んでる時だったら、総裁外しを意識して、ああ、何もないなと思ったら、打つ意識って感じですね。やっぱり総裁当てられちゃうと、せっかくの有利が、延命されてしまうので、しっかり当てられないのを判断して打つっていうのは結構重要ですね。さあ、相手ダブルだが、これ、こちらミスってね、結構危ないけど、冷静に耐えていきたいところ。3連まで繋げて、相手まとめ打ち。さらに、BTB 付きの攻撃。ちょっと連が繋がってるんです。てか、BTB 繋がってるんで、総裁外していったが、不利なのに変わりはない。絶対に見せた。これが痛いな。かなり痛い。もともと不利だったんで、厳しいですね。一応まあ、あいみの場で間に合ったから、まあ、不利だったけど、いけるかなと思ったけど、まあ、Z ミノの置きミスが致命傷になって下がっていった。ちょっと噛んじゃいましたね。さあ、こちら DT4。相手も DT4。DT パフェの構えかな。DT パフェっぽい構えで、アミミア砲に派生していった。アミミア砲に派生していって、相手 SDSD。こちら、平積みで、割と受けが広そうな形で、相手もまあ、中開けてたりして、普通に地形はいいっすね。全部総裁当たる。テトリスとティースピンダブルが総裁当たる。ティースピンダブルとティースピンダブルが総裁当たって、ここに2ライン消し、多分ミスかな、これは。2ライン消しして、相手に、まあ、穴バラ送ったけど、今の穴バラそんな影響ないんで。さあ、お互いミスった。同じタイミングでミスったが、ちょっとこっちの方が辛いかな。どうだろう。五分五分か。ドネイトでティースピンダブル。総裁外したかったけど、これ途中 DT。総裁外せませんでしたね。途中 DT 砲で、ティースピンダブルトリプル。で、これで削って、先読みして、ティースピンダブルって感じです。しっかり、うまい感じに。さあ、あれ、一応、回転させられるけど、さらにジェミノが回転入らずに致命傷になっていった。まあ、今のは、Sミノの回転入れでも、Zミノの回転入れでも、縦置きのね、回転入れでも、どちらでも、一応いけるので。まあ、でも、Sミノの回転の方のルートを選びましたね。まあ、リカバリ的には多分どっちでもいいかな。うん。両方ありって感じ。さあ、アミミホ。こちらアミミホで総裁外されて、エステリックマジック送られるが、テトリスの総裁が間に合う。さあ、ティースピンダブルから堀のルートで、どう行く？エルミノ、ジェミノ、ティーミノ、アイミノ。アイミノまでか。これはまあまあ強い。先読みしといて、反乱消しと、ティースピンシングルなんで同じ量を、もう先読みして、これ総裁外してティースピンダブルじゃなくて、2ライン消し送るの結構重要なんですよ。相手にも穴場で送れるんで、しかし、ちょっと、結果的には、総裁当てられてしまったんで、まあ不発になってしまったけど、意外に総裁外して即座に2ライン消し送るっていうのは、全然あり。戦略としてはありですね。さあ、積み込んで平積みルート、それに対して相手は中開けテトリス、地形いいっすね。お互い地形いい。こちらティースピンダブルかな。ドネイトレティスピンダブル、サメインテトリスの構え。すぐには打たずに、ちょっと総裁当てていきたいところだけど、それを相手が読んで、総裁外してきましたね、厄介。相手の思考を読んだ総裁外しだが、その後に置きミスしている、ここをしっかりついていきたいな。テトリス堀でしっかり総裁外してテトリス。シングルからテトリスかな。テトリス、ティスピン、シングル、テトリス。さあ、まとめ強い。しかし、なんとかティスピンダブル間に合って、相手も耐えてきた。直列あるんで、直列まで間に合えば全然大丈夫そうっす。テトリスまで。総裁外して、テトリス2連発送るが、ティースピンシングル間に合わせて、テトリスかな？テトリスからテトリスまで間に合うか。削ってきたか。削ってきて、エルミノ、ティーミノまでか。さあ、俺もかなり、受け切ったんで、結構危ない地形ですね。テトリスとテトリス、さすがに総裁当てられる。さあ、これは5分ぐらいかな。ちょっと、まあ、無理しすぎた感もあるんで、自分の方もね。怪しいですね、だいぶ。テトリス、削ってもう一回テトリス。
から、ジェイミの三ラン消し。ジェイミの三ラン消しで、途中 DT 言ってもいいかなって迷ってるけど、普通にテトリスでいった。そこに相手が大身の大きミス。大身の大きミスがどう影響するかだが、この大きミスしてる間に、この二ラン消し、今、意図的に穴場を送ったんだけど、二回目は送れなかったかな。で、そういう風にして、まぁ、こんな感じで相手の知恵を自利品にしながら、総裁外しの構えで足していきたいかなってところ。しっかりリップクリームを外して、置き密を高めていく感じに、T スピントリプルからシングルで、まぁ、連で刺しに行きましたね。まぁ、ルート的には一応ありそうかな、これ。結構難しいルートになるかもしれないけど、堀のルートはありそうでしたね。やっぱりその、穴場を意図的に送るっていう立ち回り自分やってるんで、まぁ、相手の、その、立ち回りというか、まぁ、地形に依存される、火力の、その、遅れるか遅れないかってとこに、まあ依存されるみたいな。そういう、まあかなり難しい判断が要求されるけど、それやることによって、あのね、じりじり有利になっていくみたいな。立ち回りという技術がありますね。もう一つ見ていきましょう。隙を見て、相手に穴場を送るみたいな。ね。で、掘りづらくなったところに、総裁外しから、一気に火力を送るみたいな。そんな感じですね。さあこれ、ジェイミのじゃない、エルミの回転入れ。あ、これ、二段分あっても一応回転入れ入るんで。ああいう回転入れがありますと。さあ、これ、総裁当てられないと辛いと。T スピンダブルで。総裁外されてテトリス送られるけど、なんとか、総裁間に合う。T スピントリプル、打って、打つけど、これちょっと地形辛いな。T スピンダブルから。こちら、掘りで、Z ミノまで。Z ミノまでで、さすがに厳しいと。T スピンシングル間に合ったとしても、まあ、無理ですね。ちょっと掘れる形ではなかったかな、さすがに。さあ、DD4、DD4 に対し、相手 TK。TK はあんまり見ないけど、まあ、普通に強いテンプレの一つだと思うんでね。開幕に T スピントリプルっていうのが、まあ大体開幕 T スピンダブルが多いんで、最初は。火力で最初にまず、この有利が取れるっていうのが強い。さあ、一回削ってテトリス。T スピンダブルからテトリスかな。T スピンダブル、テトリス。交際当たる。あ、T スピンダブルで相手も TSD テトリスかな。同じ。5分ぐらい。だいたい5分ぐらいですね。テトリスボリー、相手もテトリス。さあ、まだ試合は全然動かない。総裁がかなり当たっているので、相手 SDMB 警部。こちらはまあ、T スピンダブルテトリスの地形にしたいが、ちょっと地形がずがってるか。大丈夫ですね。積んで。一回削ってティスピンしたか。ポリレンでもいいかなと思ったけど。まあ、それでもいいかな。しっかり5ライン分で、ティスピンダブルテトリスの地形。ティスピンシングルにするかな、これ。シングルにした方が、まあ、後々繋ぎやすいんで。シングルにして、相手もテトリス、ティスピンダブル。こちらもテトリス、ティスピンダブル。しかし、ここで、あ、間に合ったか。今のは SDSD が結構間に合わないと辛いかなと思ったけど、ギリギリ間に合った。さあ、そこに Z ミノの大きみせ。こちら Z ミノの大きみせ、危ねえ。なんとかギリギリ S ミノ間に合って、堀のルートで、こんな感じに削って、アイミノ Z ミノまでか。Z ミノまで削る。D スピンダブルから、しっかり5ライン分確保してテトリスまで。D スピンシングル。強気な総裁外しから、シングル、テトリス、ジェミノ立てて、テトリスと。ギリギリ T スピンが間に合わずに刺さってきた。まあ、強気な T スピンシングルの総裁は、総裁外しが良かったですね。外してからの、まあ、T スピンシングル、テトリス、で、即座にジェミノ置いてテトリスと。あ、時間を、あ、全然相手に与えずに送ったことによって、相手の T スピンダブルを結果的に間に合わせずに送れたので、まあ、そこが強かったかな。瞬間火力というか、まあ、時間与えるとね、やっぱり、どんどん総裁されてしまうんで、瞬間火力っていうのがめちゃくちゃこのゲーム強いんで、ね、そこを意識することが重要かな。さあ、これは掘りで、一旦掘りで歩みのまでは削らずに、ここでテトリス掘りにしたか。しっかりテトリス、相手 SDSD、搭載外して T スピンダブルから、2ライン消し、ここで合わせるの重要ですね。なぜかというと、BTB がついていないから、1ライン分来るんで、その1ライン分を解消するための2ライン消しで、しっかり完全総裁って感じ。さあ、T スピンダブル作って、ちょっとチームの遠いけど、大丈夫かな。ダブルだが、さあ、相手歩みの大きミス。さあ、ダブルダガーから堀のルートを見てるが、エルミの前で積み込んで、できるだけ、堀連が続くような飽和を見込みながら、しっかりルートを見て、J ミノ、Z ミノ、T ミノ、これ強いですね。穴もいいし、S ミノ、I ミノ、エルミノまで、11連、12連まで。12連まで繋がって、なおかつ地形もいいんでね。I 縦、Z 屋根、L 縦、T スミンダブル、テトリスと。かなり、
まとめ打ちもできる体勢なんでめちゃくちゃ強いですね。スタナーが強いのもあったけど、単純に積み込んで、ポリレンが、ポリレンをしやすい形に持ってったっていうのが、そもそも良かったです。さあ、テトリスで、ディスインシングル。ちょっとこっち劣勢になってるとこに相手の搭載外し、なんとか搭載てるが、ちょっと辛そうだな、これ。テトリス。一回削って、ティースピンダブル。そこにしかし相手置きミスしてるぞ。置きミスしてるけど、なんとか操作やってて、地形的には有利かな。こちらもかなり地形高いけど、テトリス。Z ミノイ削って、こんな感じのホリエンのルート。J ミノ、S ミノ、L ミノ、I ミノまでと。まあ、しっかりね、地形によって、ミノを置く場所を、まあ、だいたい把握してるんでね、ああいう感じに Z に削ると、次の S ミノの回転入れができて、その後のホリエンが繋がるみたいな、ちゃんとルートを見た上での、削り方ですね、今のは。まあ、置きミスを咎めたかな。相手かなり置きミスしてたんで、こちら、若干、総裁外されて、地形的に辛いかなと思ったけど、冷静にね、まあ、置きミスしてるのを見てるんでね。凝視力も重要になる。まあ、置きミス、見てると、まあ、何がいいかっていうと、あ、安心感、火力来ないなっていう、まあ、安心感を得られるんで、ミスのその比率が低くなるっていうのも、あるんですよね。なんで、しっかり、まあ、相手を見て、冷静さを保つっていうのも、このゲームの、かなり重要なところであるんで、凝視をしっかりしようということですね。はい、どうもこんな感じで今日もご視聴ありがとうございました。良ければチャンネル登録の方と、評価の方もぜひよろしくお願いします。ではでは、お疲れ様でした。